どうもおはようございます。こんにちは。今回も新三国無双4やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ニューゲームということで、誰がおるかな。結構やってきたよね。そこそこやってきたと思うんやけど。それなりに。あ、でもまだか。まだそんなに経ってないか。まあ、決めていきましょう。じゃあ、いきます。3、2、1。はい。5軍ですね。5軍。あー、いい感じに来たね。やっと5軍か。いきましょう。3、2、1。はい。おっさんはやった。3、2、1。はい。お前もやった。3、2、1。はい。やったって。来ました。乱世に吠える孤島の虎、古の兵法家、孫子の末裔とされる。その佐賀は聡明にして勇猛、孫権を率いて天下を狙う。孫権でいきます。難しい。初期捨てからやっていきましょう。絶対孤狼と俺の黄名巾あるはよね。孫権、あざ名は文代だ。官室の権威が失われ、世が乱れる様を見るに見かねた俺は、曹操の地より立つことを決意した。今、世は張角とかいう町内氏が率いる黄巾族に荒らされている。まずはこれを討つため、俺は黄巾族討伐軍へと参じた。だが、おそらく黄巾族の乱を収めたとて、世の乱れは収まるまい。ならばこの俺が猛虎と化して天下をかける。新しい世を築いてやろう。よし、やってくれ。頼む。私がこの度の黄巾族討伐の軍の指揮を取る家臣である。この天下の危機に立った者たちよ、そなたらこそまさに官室の宝である。家臣ちょっとなんかあれやね。モブっぽいけどモブっぽくないね。今回はちょっと豪華絢爛ですね。先導してモブより。黄巾族の乱を引き起こした同志張角を討つため、奇襲の地にある奴らの本拠地へと攻撃をかける。張角とその弟たちは妖術で天変地異を起こすという。弟らを叩けば進軍は容易となろう。では進め、誇り高き官室の勇士たちよ。さあやっていくか。あ、ムービー来た。ほら、怖っ。グロ。の世となるのだ。我が部、狂う時が来たよ。あれ、郊外おらんぞ。郊外、郊外おらんのか。めっちゃかっこいいこのムービー。すごいですね。これ多分もしかして全員に用意されたのかな。曹操と劉備も多分これなんかもしれん。武器はですね、我剣。我剣です。で、関とで、孫権は、兵玉の方がいいと思う。いや、どうなんやろ。多分こいつ遠玉あると思うよね。で、白虎の真空書、これでいこう。多分つけんでも大丈夫だと思う。で、いっぱいおるんやね。そうそう、いっぱいおるのよ。彼いっぱいおるの。だからまずこう、待てよ。孔子を倒して張良を倒すか。よし、かかってこい。よろしくお願いします。武器は全部取る。曹操軍は東へ。
孫権軍は中央に進行せよ。義勇軍は迂回し。強いから孫権多分強いと思うんやけど、2も3も強かったけんね。システム的にね、弱いわけがないんよこいつは。無双乱舞も強いし。あ、なんか始まるこれ、もしかして。大気を震えよ、その怒りを愚かな獣にぶつけるのだ。めいっとるな。巻き起これ烈風よ。こいつやっぱめいっとるよね。薬やっとんな。応じるな。風を操ってるやつを狙え。久々に強敵と会えたわ。敵将、やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ、やばいやばい、逃げろ逃げろ。やばいやばい、あの竜巻マジだるいけん。あの竜巻がクソめんどくさいのは知っとんよ俺。強い、やはり強い。撃ち取ったり、おい、いや強いよ。祭壇どれかいね。あれ祭壇どれ。おおおおおおお、祭壇どれや。あれここら辺になかったっけ。あれあれ祭壇どうやって倒すの。待てよ、なんかなかったっけ。あ、止まっとるわ。これで、天炎師とりあえず倒すか。でね、この下の方にね、武器が確か置いてあったはず。こっちこっち、これこれ、お前じゃないんだな。よし、これで OK。で、上の天炎師倒そう。拠点兵長もな、拠点兵長もステータスアップのアイテム落としてくれるんやったらなんぼでも倒すのに意味ないのよね。おお、おお、遅いな。OK、 逃げろ逃げろ。よし、なんかおる。あれこのやつおったっけ。だからこの前見た気がするな。これよし、やばいやばいやばい、撃ち取ったり。ゲイ、よくやってくれた。肺現象は、肺現象はこいつあれか、倒していいな、倒していいわね。守ればよい、耐えるのじゃ。やばい、こいつ倒し OK。 OK。 あ、強っ、何それ何それ。あ、違う違う、今のあれか、激無双ランプか。ちょっと待って、鍵って倒していいんこれ。鍵倒せる、鍵倒せる。いやー、やっぱ孫権強いな。やっぱ孫権強いわ、えぐい。なんて強いんだ、てかなんて使いやすいんだ。さすが。さすがすぎる、マジで強い。これで
ああ、やばい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 。倒してる倒してる。あんまり倒さないで、僕の獲物を。超慢性は倒せる。塔も倒す。倒すなよ。目覚めよ。お天の意を共に開くのだ。やばいやばい。やばいってそれは。やめとけ。妖術か。おい。さあ、今こそ天罰を与える時。出た、落石よ。奇跡よ。我らの戦に神秘の御業ある。おののけ、モンゴども。こいつも言っとるな。やばいな。ラリっとるやつしかおらんやん。術の源お前、仲間が死ぬ。奇跡も止まる。マジかよ。マジかよ。恐れるな。元を立てば術は消え去るぞ。ここは引かねばなるまい。うわ、怖怖怖怖。打ち取ったり。怖。で、ここら辺にね、箱があるはずないけど、ないな。よし、いや近い。兵は神速を立っとる。わしに続け。よし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 。あれ？武器箱どこ？ここら辺にあるって書いてんやけど。ないのか？ないのか？俺取ったんかも。取ったんかな。取ったな多分。よし、あ、倒してない。よっしゃ。よしよしよし。落石停止。で、超慢性倒す。この気を逃すな。これで超慢性を倒す。オッケー。よっしゃ。腕を上げたろう。倒せるかな。まあ弱いけんな、こいつら。ウゴの衆だから。へい、よし。じゃあこれであと聴覚倒しに行こう。親父、叩き潰してやろうぜ。なんや、なんや。民よ、兵よ、人を惑わすのが古典の良か。そのような点いただくわけにはいきませんが。出た爆弾おじさん、うん、いざ高等の虎が邪教の頭を撃ってくれよ。爆弾おじさんが来ました。結構ね、これ結構遠回りするんよね。で、あとはですね、ハサイとカンガイが端に寄るんで、あいつら倒して聴覚倒そう。どけ。どけ。光天をいただく我らが。蒼天の獣に屈してはならん。我が奇跡で皆を勝利へと導く。
出た。幻影兵がいらっしゃった。嫌いやわ嫌いやわ、ほんまに。おお、逃げろ逃げろ、やべえぞ。どこに再起があるの？どれやったっけ？再起ってどれだったっけ？万事の器量を知れ。再起ってどれやったっけ？よし。マジで。ちょっとやばいな。ほいや。ほい。よし。怖くない。みんなで倒せば怖くない。聴覚ハイヒール履いてないやつ。あれサンダル？ハイヒールにしか見えんかった。邪教を広める賊軍は我らが打ち破った。よっしゃよっしゃよし。孫権強いよ、めちゃくちゃめちゃくちゃ強い、超使いやすい。いいと思う。ローマの即と聴覚は死んだ。黄金族は滅亡したと言ってもよかろう。この総大将家臣諸将たちの働きに感謝する。諸君は各地に戻り、引き続き艦長に対して忠誠を尽くしてくれ。二度とこのような乱が起こらないように目を光らせておくのだ。さあ来てくれ、頼む。三武器来い。弱い、非常に弱い。話にならん。一国の神道いらねえ。さあということで、ですね、孫権伝今からやっていきます。じゃあこんな感じで、お疲れ様でした。おやすみなさい。バイバイ。